がとうございます。それでは早速ですが、ただいまから交通水道消防委員会を開会いたします。本日は初めに上下水道局関係で報告1件の聴取、次に交通局関係で報告1件の聴取、さらに次に消防局関係では報告1件の聴取を行うことといたします。なお理事者報告につきましては関係する理事者のみの出席といたしておりますので、ご了承をお願いします。では上下水道局関係の水道施設維持負担金制度仮称の創設に関する市民意見募集等についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。草壁総務部経営政策担当部長、どうぞ着してご報告いただいた結構です。ありがとうございます。それでは水道施設維持負担金制度仮称の創設に関する市民意見募集等についてご報告申し上げます。本日皆様のお手元に3種類の資料をお配りしております。1つ目は委員会資料、水道施設維持負担金制度の創設に関する市民意見募集等についてでございます。2つ目は資料1といたしまして、パブリックコメントのリーフレットでございます。リーフレットの間のページに市民の皆様にご提出いただく記入用紙を挟み込んでおります。3つ目は資料2といたしまして、平成28年3月に京都市上下水道事業経営審議委員会から提出されました京都市の地下水利用のあり方等についての意見書でございます。まずお手元の資料、委員会資料、水道施設維持負担金制度の創設に関する市民意見募集等についてをご覧ください。上下水道局では水道水と地下水を混合して利用する地下水利用専用水道の使用者と一般の水道使用者との負担の公平性を図ることを目的とした水道施設維持負担金制度の創設を検討しております。この度これまでからの司会の先生方からのご意見や京都市上下水道事業経営審議委員会から提出された京都市の地下水利用のあり方等についての意見書を踏まえ、新たに水道施設維持負担金制度を創設することにつきまして、京都市市民参加推進条例の規定に基づき広く市民の皆様からご意見を募集することといたしましたので、ご報告させていただきます。ではその内容をご説明いたします。1、これまでの経緯でございます。1、地下水利用専用水道の設置の拡大につきましては、資料1を用いてご説明いたします。資料1の1ページをお開きください。まず地下水利用専用水道についてですが、本市においては井水等の地下水を水源として供給する専用水道で、水道水と地下水を混合し飲用に適する密度として供給する水道施設を地下水利用専用水道と定義いたします。平成13年の規制緩和による水道法改正以降、コスト削減を主な理由とし全国的に設置が拡大しており、本市においても平成27年度末時点でホテルや病院、商業施設等の58施設が設置しております。本市の水道水利用、地下水利用専用水道の導入による水道水の減少水量は年間365万立方メートルと推計しており、これは平成27年度の京都市全体の水道水の使用量の 2.2% に相当いたします。2ページをご覧ください。地下水利用専用水道の設置に伴う課題でございます。地下水利用専用水道の使用者のほとんどは地下水が利用できなくなる場合に備え、不足分を水道水でバックアップできるよう施設規模に見合った給水管を接続しております。水道法により給水義務を負う本市はそれに対応できるよう水道施設を維持管理する必要があり、その経費には水道料金収入を充当しております。しかし地下水利用専用水道の使用者の多くは通常時には施設規模に対して少量の水道水しか使用しないため、経費の負担が適正でない状況にあります。3ページをお開きください。水道事業にかかる経費負担につきまして、経費と料金設定の面から解説をしております。水道事業はいわゆる装置産業であるため、
使用水量にかかわらず必要となる経費、すなわち固定費が全体の 95% を占めております。これに対し経費を賄う水道料金は使用水量にかかわらずお支払いいただく基本料金と使用水量に応じてお支払いいただく重量料金で構成しておりますが、固定費の全額を基本料金に配分した場合、基本料金が著しく高額となることから、重量料金に固定費を配分し水道水を使用いただくことにより固定費を回収する仕組みをとっております。こうした経費と料金設定の関係から、施設規模に対して少量の水道水しか使用しない場合、固定費が回収できないため経費に対する負担が適正ではありません。続きまして、これまでの市会でのご意見や上下水道局の対応等についてご説明いたします。委員会資料の1ページにお戻りいただけますでしょうか。1の括弧に市会での付帯決議でございます。地下水利用専用水道の設置が拡大する中、これまでから市会の先生方からもさまざまなご意見をいただいているところであり、平成23年3月の予算議決時には全会派一致でより適切な対策を目指して、負担金徴収等料金制度の在り方等とも合わせて十分な検討を行うこととの付帯決議が付されたところでございます。括弧3、水道料金改定でございます。平成25年10月に実施いたしました32年ぶりとなる料金制度改定の中で、平成23年9月に設置いたしました外部有識者等による京都市上下水道料金制度審議委員会からの意見書や、先ほどの付帯決議の趣旨を踏まえ、大口径の基本料金と基本水量を引き上げ、水道水の利用が少量であっても基本料金で一定の負担がなされるよう見直しを行ったところでございます。これにより水道水の使用を促すとともに固定費に対する負担を一定確保しましたが、現行の水道料金制度を大幅かつ急激に変更するような制度改革は現実的ではないとの京都市上下水道料金制度審議委員会からの意見に基づき、現行の水道料金制度の枠組みを超えた負担金制度等の導入につきまして引き続き検討を進めることといたしました。2ページをお開きください。括弧4、京都市上下水道事業経営審議委員会からの意見書の提出でございます。同経営審議委員会に地下水利用の在り方等に関する専門部会を設置し、約2年にわたり地下水利用の在り方等についての審議を経て、平成28年3月に上下水道局に意見書が提出されたところでございます。箱書き内意見書の要約をご覧ください。現行料金制度では地下水利用専用水道の使用者が本来負担すべき水道施設の維持にかかる経費が適正に負担されていないとした上で、既存の料金制度とは別に固定費である水道施設維持経費を新たに負担する制度の導入を検討する必要があるとの意見をいただきました。また具体的対策を検討するにあたっては、古くから地下水を利用してきた伝統産業等への影響についての検証を行うことや、既存の地下水利用専用水道の設置者に対する経過措置等を検討することなどについて留意することとの意見をいただいたところでございます。こうした経緯を踏まえ、今回新たに創設することを検討している水道施設維持負担金制度の概要について再び資料1を用いてご説明いたします。資料1の4ページをご覧ください。1、制度創設の目的でございます。本制度については、将来にわたる水道施設の維持のための負担の適正化を図ることにより、地下水利用専用水道の使用者と一般の水道使用者との間の公平性を確保することを目的としております。2、制度の概要でございます。1、制度の対象者につきましては、地下水利用専用水道の使用者を本制度の対象といたします。2、届出事項につきましては、固定費の適正な負担および
水道水の水質の適正な管理の観点から必要事項を上下水道局に届け出るものといたします。丸3、計画使用水量の認定につきましては、地下水利用専用水道が設置されている施設における通常時の水道水の使用量と地下水の使用量の合計を負担金算出の基準として計画使用水量として上下水道局が認定いたします。参考として4ページ下段に計画使用水量についてのイメージ図をつけております。 B、 通常時の地下水の使用量につきましては、地下水が利用できない場合にはバックアップとして水道水を使用することから、非常時の水道水の使用量と言い換えることができます。5ページをご覧ください。丸4、水道施設維持負担金の算定につきましては、負担金対象水量に負担金単価をかけることにより負担金を算定いたします。まず負担金対象水量につきましては、先ほどご説明いたしました計画使用水量から実際に使用した水道水の使用量の2倍を控除した水量といたします。次に負担金単価ですが、これは1立方メートルあたりの固定費とし、現行の水道料金の算定根拠である平成25年度から29年度の財政計画における1立方メートルあたりの固定費143円を負担金単価といたします。地下水利用専用水道の使用者が使用する水道水の水量が計画使用水量の2分の1に達した場合、負担金は生じず、計画使用水量の2分の1に満たない場合には2分の1を下回った量に応じて負担金の額を算定いたします。計画使用水量の2分の1を負担金が生じる基準としていること、また水道水の使用量の2倍を計画使用水量から控除していることにつきましては、5ページ下段を用いてご説明いたします。水道施設維持負担金制度は、制度の対象者が負担すべき固定費を水道料金としてご負担いただけていない場合に負担金をお支払いいただくものでございます。制度の対象者は大規模施設が多く、使用水量の規模も大きいため、水道水をご使用いただいた場合は5ページの右下に記載しております料金表の赤枠部分に示すように、1立方メートルあたりの重量料金が比較的高い水量区画が適用されることになります。それぞれの水道区画の1立方メートルあたりの固定費を平均すると負担金単価143円のおよそ2倍となることから、負担金料金として水道料金として負担している固定費を控除するため、水道水の使用量の2倍を計画使用水量から控除したものを負担金対象水量としています。このことから水道水の使用量が計画使用水量の2分の1に達した場合は負担金対象水量がゼロになる、すなわち負担すべき固定費が水道料金として負担されているため負担金は生じないこととなります。6ページをご覧ください。3、既存事業者への経過措置でございます。制度を導入した際、すでに地下水利用専用水道を設置している事業者に対しては、設備投資を行っていることなどを配慮し、経過措置期間を設けることといたします。具体的な内容はや期間は、今後いただきましたご意見を踏まえ、定めていくこととしております。続きまして、市民意見募集の概要と今後のスケジュールについてご説明いたします。委員会資料にお戻りいただけますでしょうか。委員会資料の3ページをお開きください。括弧3、市民意見募集の概要でございます。あ、募集期間につきましては、9月15日木曜日から10月14日金曜日までの1ヶ月間といたします。い、意見募集リーフレットの入手方法につきましては、上下水道局の各営業所のほか、記載しております市内各所の公共施設等において配布いたします。また京都市のホームページ、京都市情報館からもダウンロードできるようにいたします。う、提出方法でございますが、郵送、持参、ファックス、電子メール、京都市情報館のご意見送信フォームで受け付けさせていただきます。
へ提出問い合わせ先でございますが、上下水道局総務部経営企画課とさせていただきます。最後に3、今後のスケジュールをご覧ください。10月下旬には今回の市民意見募集の結果を取りまとめ公表いたします。その後お寄せいただきましたご意見を踏まえ、さらなる検討を加えた上で2月市会に京都市水道事業条例の改正案を提案させていただく予定でございます。平成29年度中に改正条例の施行及び水道施設維持負担金制度の運用開始を予定しております。ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではただいまの報告について何か質問ある方挙手願います。はい、橋村委員どうぞ。あ、おはようございます。はい、ただいま水道施設維持負担金制度、仮称ということで、説明をいただいたんですけれども、この地下水の、利用のあり方については、これまでからも1回でも、いろんな議論を重ねてまいりまして、特に平成の23年にも、2月期間において、これ全会派一致ということで付帯決議をつけたところでございます。私もその検討状況や他都市の取り組みについても議論を少ししてきたんですけれども、我が党の吉井議員も今年2月の本会議で市長総括で質問したところでございますけれども、これ23年から続いているんですけれども、今経過を少し説明をいただいたんですけどね、委員の先生方も新しい方がおられたりとかですね、私自身も水道にずっと入っているわけでもございませんので、今一緒ですね、この制度を導入する目的についてですね、そのポイントについて改めてご説明いただきたいと思います。はい、草壁部長。水道施設維持負担金制度を導入するに至りました経過及び目的についてでございます。地下水利用専用水道を設置によりまして、この課題がにつきましては、水道水と地下水をマクロ化等で処理したものを混合いたしまして専用水道として使用するものでございますけれども、こういうのは水質の安全性の確保であるとか水需要の減少、料金収入への減少への対応というのが課題だとなっておりました。で、平成16年度以降専用水道にかかる法的規制等の検討を行ってまいりましたけれども、地下水利用にかかる法的な規制については本市が地下水の採取が制限されます指定地域には含まれていないことであるとか、地盤沈下の発生がないことなどから法や条例による規制というのは困難であることが分かりました。また水道料金の見直しによる地下水利用専用水道の導入または使用水量の抑制も検討を行いましたけれども、一般家庭の水道料金への影響などを勘案し水道料金体系を抜本的に見直すことは困難との結論に至りました。このような調査検討を踏まえまして今回負担金制度を導入することで様々な課題の解決を図ろうとするものでございます。以上でございます。橋村委員。平成23年3月の付帯決議ということで、すでに5年が経過をしているわけなんですけれども、当然その間にいろいろな検討が行われてきたということでございますけれども、より具体的にどのような検討を加えられてされているのかというところについてご答弁いただきたいと思います。草壁部長。付帯決議以降の検討経過でございます。付帯決議後、平成23年9月に京都市上下水道料金制度審議委員会を設置いたしまして、地下水利用専用水道に関して料金制度の面からの対応について審議をいただきました。同委員会からは現行の料金体系を大幅かつ急激に変更することは現実的ではないという観点から、大口径の給水管の基本水量とか基本を引き上げる、また新たな基本水量制を導入するということの意見をいただきまして、上下水道局ではこの意見を踏まえまして平成25年10月に32年ぶりとなる料金改定を実施、料金体系の改定を含む料金改定を実施したところでございます。で、平成25年10月の料金改定以降も平成26年度と27年度の京都市上下水道事業経営審議委員会及び審議委員会の下に地下水利用の在り方等に関する専門部会を設置いたしまして、地下水利用の在り方等について審議をいただきました。
そこから、平成28年3月に提出いただきました意見書では、現行の料金制度で想定しない地下水利用専用水道使用者の水道水使用状況に起因する固定費負担の不公平を是正するために、水道施設維持経費を新たに負担いただく制度の導入を検討することが必要であるという意見をいただいたという経過でございます。以上でございます。橋村委員。そうした、ね、経過を踏まえましてですね、この京都市の、ね、地下水利用の在り方等についての意見書の中でですね、留意事項にもあるのですがですね、地下水を利用する伝統産業の影響ですね、特に私は伏見区でございますので、酒造産業というんですかね、酒造りに関わる部分とか、その他ちょっとすぐ思い浮かないですけど、例えば染色とか、そういった分野がそういう伝統産業に当たると思うんですけれども、そこへの影響というのはいかがですか。草壁部長。伝統産業への影響でについてでございますけれども、京都市の地下水利用の在り方についての意見書 のそういった考慮すべきという意見を踏まえまして、今回の制度は染色業であるとか酒造業といった、伝統産業については、地下水と水道水を混合して利用する、専用水道ではございませんので、対象ではございません。以上でございます。橋村委員。伝統産業対象ではないということでございますので、確認させていただきました。また既存の、地下水利用専用水道の設置者に対する、経過措置等の検討といった意見もあったと思うんですけれども、もしこの制度がですね、導入されますと、既存の制度を活用されている対象者にとって、とても負担が増大すると思われるんですけれども、この意見書のですね、意見を踏まえたですね、経過措置の期間などですね、それについてはいかがご検討されておりますか。草壁部長。経過措置についてでございますけれども、先生ご指摘のとおり、意見書におきまして、既存の専用水道設置者に対する経過措置を検討する必要があるという意見が出されております。でこの意見を踏まえまして、現在上下水道局におきましては、負担金の免除であるとか軽減について一定の期間を設けることを検討しておるところでございまして、現時点でお示しできるものはございませんけれども、期間としては年単位での措置というのを考えておりまして、今後設備の投資費用であるとか耐用年数であるとか、そういったものを考慮した上で、市民の皆様や既存の制度対象者、また歯科医の先生からのご意見を踏まえまして、年数や軽減の割合というのを決定していきたいというふうに考えております。以上でございます。橋村委員。年単位ということでございます。当然ね、やはり大きな負担をお願いしていくということに、もし制度導入がなりますとなるということでございますので、十分にパブリックコメントの中でいろいろと意見が出てくるかと思いますので、免除とかですね、軽減措置についてもね、しっかりとご検討お願いしたいなと思います。一方でですね、この制度がですね、導入されることによってですね、どの程度ね、その増収をしていくかですね、そのあたりは大変ポイントになってくると思うんですけれども、なかなかこの専用水道の使用者を実質的に規制を強化することによって、新たな産地はなかなかこうされてこないということが予想されるんですけれども、そうした中でですね、この制度をこう導入したときにですね、具体的に増収をどの程度見込んでおられるでしょうか。草壁部長。既存の制度対象者が平成27年度末時点で58社ございまして、それを平成27年度の使用水量の実績をもとに、水道水の使用状況が変わらないという仮定のもとで計算をいたしますと、各使用者からの負担金収入というのは約4億円程度が見込まれます。また58社に施設の全使用水量の2分の1を水道水で使用していただいた場合、この場合は負担金というのは生じなくなりますけれども、
その場についても、まあ、同じような条件で計算いたしますと約4億円程度の水道料金の収入の増加が見込まれると試算しております。以上でございます。橋村委員、まあねまあ、4億円の増収を見込んでいるということでございますけれども、まあ、今回の、ね、この負担金制度の概要説明とパブリックコメントですねの実施の報告であったんですけれども、まあ、実際今後この9月15日から10月14日までですね、まあ、この市民権を聞かれていくわけですけれども、まあ、それを踏まえてですね先々この制度の創設をね、まあ、どのように進めていかれるのか、まあ、その辺りについてのお考えをお聞きしたいと思います。草壁部長。今後の制度創設の進め方でございますけれども、今回のパブリックコメントの実施によりまして市民の皆様や事業者の意見というのを広くお聞きするとともに、すでに地下水利用専用水道を設置されている事業者様に対しても制度の趣旨であるとか必要性であるとかというのが理解が得られるように個別に丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。地下水利用専用水道が全国的にですね水道事業者の課題となっている中で対策を打ち出している自治体というのはごくわずかでございますけれども、そういった中で京都市の取り組みというのは全国的にも注目を集めているという状況でございまして、今後パブリックコメントの結果であるとか市会の先生の皆様、すでに地下水利用専用水道を設置している事業者の方々からのご意見を踏まえまして制度の詳細を構築して関連条例の改正案を提案してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。橋村委員、まあね、市民の皆さんに意見を伺う、また、事業者の方にも説明ということで、まあ、おそらくこれ関心なのはね、その今使っておられる事業者の方々であって、あまりこう市民の皆さんがこれを聞いてですね、まあ、どんどん意見を寄せられるということはちょっと思わないわけなんですけれども、まあ、今ご答弁がありましたようにね、十分にその個別のね事業者の方にも丁寧に説明をするということでございまして、まあ、ここが大事な点になってくると思いますのでね、看板条例の時もそうでしたけれどもね、まあ、十分にその制度変更を目指すんであればですね、まあ、その負担をしていただく方々にですねより制度の説明そして納得というものがないとですね、やはり4億円の増収はあるけれども、やはり市政に対する、ね、やっぱり不満不信というものが一方で生まれてまいりますので、そのあたりを十分に踏まえていただきたいなと思います。この意見書を、ね、読みましても、今回、ね、3案あった中でですね、神戸のがやっております固定費負担金制度ですね、これに近い形の提案になっておるかと思いますけれども、まあ、他にも岡山市や北九州市の個別需要供給制度やですね、帯広市のバックアップ料金制度というのは3案をいろいろとこの審議会の中で議論をしていただきましてですね、まあ、今回パブリックコメントの中ではですね、まあ神戸の形に近い形のものがですね提案されてきておりますので、十分その需要対象者についてもね、まあ、そのあたり、まあ、他の、ね、案の優劣とかね、それのことがやはり勘案される部分もあるかと思いますので、まあ、そうした面で、ね、しっかりと説明責任を果たしていただきたいと思うんですけども、パブリックコメントを踏まえてですね結果が出た後、あるいはまた今現在とですねそれの取り組みについての決意を聞かせていただきたいと思います。はい、向畑委員長。まあ、地下水専用制度の審議会の、ね、意見書の中でもこの制度については、まあ、実際に利用されている方だけでなくてですね、市民や皆さんにも理解が得られるように分かりやすい説明をするということが求められております。私ども十分そういう点を踏まえて、でまた今橋村先生のご意見も踏まえまして、丁寧に説明をすることによって十分な説明責任を果たしながら詳細な設計をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、進行いたします。北山副委員長。地下水全体はね、いろいろなこう経過がありまして、制度を今回、設定をされるということでのご米でありますが、地下水全体に対する、ね、関心はこれは大変
大きいわけですね。以前からも、この委員会でも審議はされておりますが、しかし全国的には工業用水でありますとか、また別の用途などに基づいてのですね、対応などがあります。京都市の場合は、その点では、まだ今回が地下水のね、最初の対応といいますか、そういう感じがしておりますが、この今回、58業種で利用されているということで、マクロ化のね、ところからずっと、広がってきて、ここまで来ていると、今でもいろいろ経過途中の報告などもございましたが、これは混合して使っているということですが、これは使っている中身ですね、その飲用とか実際に飲むとかそういうことにも使われているのか、現在のですね、その利用度の内容についてはどのように把握しておられますか。草壁部長。地下水利用専用水道の利用の状況ですけれども、地下水利用専用水道は水道法上の専用水道ということで、まさに飲用に供する水道とでございまして、その水質基準等についても我々の行っております水道事業と同じ基準が適用されるということで、まさに飲用に適した水ということで飲用等に使われているという状況でございます。以上でございます。北山副委員長。つまりその水道水と混合して使っているという、ね、ことでありますから、もちろん単独で利用もそれは当然されているわけですけれども、この58業種がその対応になっていると。で、今お話しありましたように、私は水質そのものがね、水道水というのは、見た目は、ね、全部きれいでもそのどういうふうなことになっているかと。今の水道水ですと、WHO のですね、規定でありますとか、厚生労働省などから、ね、水質基準などが示されておりまして、毎年いただきます水質のこの統計年報がございまして、ここで琵琶湖のところからですね、給水栓の施設のところからのですね、50項目以上の検討が検査がされてですね、で安全が確認をされていると。マークでよくね、日本一世界水安全な水だと言ってこう書かれるこの根拠はそこに示されているわけでありますが、そうしますとその混ぜられる水道水そのものについてもですね、そういう水質検査が当然されて同じレベルが保たれなくてはならないというふうになりますが、それを上下水道局としてのですね、把握がどのようにされておられるんでしょうか。草壁部長。地下水利用専用水道の水質の安全性の把握についてでございますけれども、地下水利用専用水道の水の安全性の管理については、所管としては保健福祉局が所管となっておりまして、また上下水道局も一定の関与というのを行っております。で、保健福祉局がそもそもの専用水道に関連する事務を所管やっているんですけれども、各行政区の保健センターの衛生課が水道法に基づきまして、その専用水道に関する届け出の受理を行ったりとかですね、あと、衛生指導、これはその貯水槽がきちんと清掃とできているかという、衛生所の措置がなされているかどうかとかいうのも確認をしたりとか、そういったことを行っておりまして、で、そもそもの その専用水道の水質の管理につきましては、それぞれが水道ですので、その水道の設置者がきちんと水道技術管理者等を置きまして、水道法に基づいた管理を行うということで、それぞれの設置者の自己責任で行っていただくというのが基本的なことでございまして、公としてはそういった衛生指導であるとかを行っておりまして、また上下水道局でもそういった水道水の適正な水質保持というのでは責務がございますので、例えば貯水槽水道の検査とか指導も行っておりますし、そういったことで、きちんと市民の皆様に供給する水のについての安全性のについては一定の関与を行っているという状況でございます。以上でございます。北山副委員長。ですから、その飲用でない、当初 その地下水が、例えばトイレで流してるとかさ、水まきに使ってるとか、いろいろやられてきたわけですよね。それがその今専用水道で、しかも負担金制度で料金、料金をね取ろうと、ましてやその混合でありますから、京都市のそういう整備をされたですね、水との利用されるわけですから、当然今のようなその飲まれたり料理に使われたりいろんなことになってくると、そういう点では安全基準が普通でいけばね、しっかりされてることが
利用者への責任ということにもなるわけですね。で今のお話でいきますと、例えば A、B、こういろいろね、こう事業の方が利用されると、そしたら自己責任で、まあ、検査をすると、だから自己検査やってですよ、だそれが保健センターに届け出て、保健センターで出てきた数値が上下水の、まあ、水質研究所かとか、そういうところでちゃんと把握をされているのか。それからその、まあ、民間の方ですから別にその疑ってるわけないんですよ。そういうことがその上下水の安全水をその供給をする責任としてですね、どのように掌握をしているのか、まあ、例えば、これまで関東の方でね、ポリナテラという菌が流行って問題になったこともありますし、まあ、今は例えばなんていうか安全性の問題ではね、いろいろこう関心も高いところでありますし、まあ、トリフルなんかがね流行った時に水道にも大丈夫かとかいうこともありました。また放射性の問題も出てきますので、さまざまな点でこう関心は高いんですね。だからましてその安全性ということで、いろんな別のこう課題も出てくるわけでありますが、まあ、そういった点がですね、自己責任なりその企業のとこでと、まあ、その事業者でということになりますと、ちょっと公的な責任をどういうふうに果たせられるのかということではちょっと疑問が出ると思いますが、そのあたりについてはどのように説明がされるんでしょうか。日下部部長。先ほども申し上げましたように、保険行政の方で言って衛生上 の指導を行うと。で専用水道の他にもその、もっと小規模な簡易専用水道であるとか飲用井戸とかですね、そういったものもございまして、そういったものも全て保健センターの方に届け出をしていただいて、保健センターでもちゃんと把握をしておりますし、そういった水道法に基づいて水道行政を所管する部署がきちんと把握をして指導も行っているという状況でございます。以上でございます。北山副院長。そうしますと、その検査そのものについてですね、例えば公的な、今言った保健センターでちょっとね直接皆さん の連携ではないんだけども、そこがですね、そうすると民間その事業者の検査をしてやってる、そういうところに立ち入ってるとか、その点に定期的な点検もするとか、それからそういったことについてですね、なんと言いますかね、信頼度と言いますか、そういったものを保健衛生センターが、どのように掌握をされていくのか、またそうした実態をですね、局の中では掌握はしないんですか、それはそれで、されたということで、済んでいるのか、実際にその直接の水に対するですね、安全を局として、これで大丈夫ですよというふうに、保健センターが言ってますよと、こうなるんですかね、そのあたりはどうなんですか。日下部部長。上下水道局としての その、受水槽以下の 水質への関与につきましては、先ほどもご説明させていただきましたけれども、貯水槽水道 の指導ということで、各貯水槽水道をお持ちの、これは専用水道に限らず小規模な貯水槽の水道もそうですけれども、上下水道局が一定水質側の管理がきちんとなされているかどうかというのは点検指導を行っているということで、そういったことで関与はしておるという状況でございます。以上でございます。北山副院長。その点検指導、衛生指導、それはもう当然でありますが、その直接にその一番最初におっしゃったようにですね、その58業者、これから またね増えていく可能性もあるわけですけれども、そういう民間の方がですね、水質、水道水汲み上げて、その検査をする、でそれで、項目をですね、きちんと出してですね、保健センターに届け出ると、だ届け出たものがきちんとですね、その通りだという確証をですね、僕はやっぱり、水道上下水道局としての、なんていうか直接ですね、そういう報告でそうなのか、やっぱり例えばそれをですね、定期的な点検がやっぱりきちんと入ってですね、市民の皆さん、これで京都市も水質のね、検査も直接してて、ただ3年に1回こういうふうにしてますとかいうふうなことでないとですね、安全だということについてのね、この市民の皆さんが、あ、これでその今後してても大丈夫なんやなと、別にそのことで、広がるかどうかとか、そんなことをちょっと別にしてですね、現状の点検がそういうことで理解が得られるのかなと、こう思って僕は質問するんですが、その点はどうでしょう。はい、出口技術長。はい、まずこの貯水槽じゃなくて専用水道ですね、地下水の専用水道が、このように増えてきたというのを
理由でございますけれども、これにつきましては、平成13年度の水道法の改正法によりまして、その各事業者の方が井戸を汲み上げた水を飲用等に供するのに、我々上下水道局が管理するのではなく、自分とこが委託して、民間の方に委託して管理してもいいですよ、法律の改正によって始まったものでございます。そういうことでございますので、我々としては当然その水道の使われる方が委託先の方で、きちっと水道51項目ですかね、検査もしていただいて、責任を持って事故で使っていただくというのが基本でございます。そのためにそれができることになって、このように増えてきたということでございますので、その辺ははっきり言いまして、上下水道局の管理するところではございません。北山副委員長。悪く見ればそれは縦割りということにもなるしますし、例えばね、食の安全なんかが言われてね、親しいわけでありますが、これなんかでも本来はちゃんと検査もされてですね、きちんと安全なものが消費者に届くということで、しかし近年起こっております問題などを見ますとですね、なかなかそういうところに、いろんな作用があったりですね、最終的な点検がやっぱりきちんとされないと確保できない課題もあるわけですわ。そういう点で僕は今の水道、地下水とですね、水道での その混合で、そういう普段の飲用に利用もされるということについてのですね、きちんとした上下水が、例えば保健センターとですね、どういうふうにタイアップしているのかとか、もっとですね、その水質についてのですね、きちんとした点検検査がこういうふうにされてますよというふうなことが、利用者の皆さんなり、これは事業者のこうちょっと言葉悪く、ね、言うと事業者任せ的なことになったんではね、これは安心安全の水道水を供給してますよというのにはですね、少し不安が出るのではないかと思いますので、この点をもう少しね、市民の皆さん、利用者の皆さんに、いや、例えば公的な検査体制はこういうふうになってて、この点ではこういうふうに点検されてると、民間の方が指導してるから、それでいけるんだと、僕は別に民間を疑ってるという意味じゃなくてですね、その事業者としてのそういう把握がですね、きちんとされないと、最終的な利用者の皆さんが、あ、これで大丈夫だということにちょっとこう不安を感じるのではないかというふうに思うんですが、どうも今の状況だけでいきますと、もう少し保健センターの点検の体制ですとか、その中身のチェックをね、どういうふうにされているのか、またそのこと自身をですね、今技術長ね、おっしゃったけれども、きちんと掌握をして水道局に尋ねられたらですね、いや、局としてもこういうふうな点をしてますよというふうに説明がされないと、僕はちょっとこう不十分になるのではないかと思いますが、その点どうなんでしょう。もう一度。出口技術長。はい、今回の制度の中でも、地下水と混合、水道水と混合を使用される方につきましては、届け出をしていただいて、うちの上下水道局でも把握しまして、この地下水の専用水道を含めまして、受水槽をお持ちの方につきましては、貯水槽水道も従来から指導、検査、指導なりを行っておりますので、その点につきましては、上下水道局としてもきちっと見守っていきたいと考えております。北山副委員長。そうしましたね、ちょっと資料でね、すいませんが、今の、事業者が、項目を測る、でその、チェック体制、それからそれをですね、保健立場センターにどのように、例えば提出した、年に1回とかそういうことなんですかね、ちょっとそこら辺も含めてね、項目だとか、その提出のですね、義務ですとか、それから、保健衛生としてですけど、保健センターでのですね、そういう状況を、調べていただいて、資料として提出をしていただけということでお願いしたいと思いますので、後で測ってください。でもう一点ですがね、その経営審議会から、審議員の皆さんから5つの、留意事項というのがこう示されておりまして、先ほどの委員から、上2つは大体ね、お話を、伺ったんで、私もそうかなとこう思いました。あと、下3つのところからありますね、その把握の問題ですとか、周知の問題ですとか、それから、その3つの水道、法との関係だとか、このあたりについてはどのように、掌握をされていますか。草壁部長。経営審議委員からの意見書の留意事項 に対する対応を、どう考えているかということですけれども、まず設置状況の適正な把握、これにつきましては、
基本的には制度をきちんと条例で決めまして、その届け出というのも条例で定めて、それをきちんと周知をいたしまして、で各使用者から届け出をしていただくということで把握をしていきます。で一方で届け出がない使用者の把握につきましては、上下水道局では、井戸水の使用に伴いまして、汚水の排除の届け出をいただいて、使用者も把握しておりますから、これに基づきまして地下水利用専用水道に該当する設備を、設置している可能性のある使用者に対しては適宜確認を行ってまいりたいなというふうに考えております。で市民周知の関係につきましては、まずは今回、パブリックコメントを行いまして、制度の趣旨であるとか上下水道局の考え方等を、周知してまいりたいと。また、制度を作った後につきましても、制度について、分かりやすく説明できるように、資料を工夫したりとか、リーフレットを作るとか、そういったことで、市民の皆様への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。であと水循環基本法についても触れられているんですけれども、これについては具体的な施策というのが現段階で出されているというのがございませんので、これらの動きも留意しながら考えてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。北山副委員長。それはそれで聞きまして、で最後ですけどね、このいわゆる、維持負担金の中身が、料金の請求の、中身が、示されまして、4億円程度になるだろうというお話もありましたが、この負担金の考え方、いわゆる料金、料金制度に匹敵をするわけですけれども、これについてはですね、例えばパブコメなどを通じてですね、まだ検討する余地があるのか、もう初めからこの考え方で負担金を請求しますよという立場なのか、条例の中でまた審議は当然ねされるというふうには思うわけでありますが、今の局の立場としてはその点はいかがでしょうか。草壁部長。この制度につきましては、これまでの審議委員会での意見書であるとか、司会の議論、それと踏まえて局内で検討いたしまして、考えた制度でございますけれども、そこからまたこのパブリックコメントで幅広いご意見いただく、またその後の司会での議論、そういったものを踏まえて最終的な制度というのは今後これから詳細を検討してまいるというふうに考えております。北山副委員長。広く意見を関係者の方からも聞かんといけませんでしょうし、市民の皆さんの声が、パブコメだけでまた掌握ができるかどうかという問題もありますし、日常的なですね、そういうリサーチもしていただくことと、当然関係者の方のご意見もありますでしょうし、さまざまな角度からの意見も、あるでしょう。で、議会での、我々も審議も、しながら理解が得られる制度として、発足化できるようにね、それはそれでやっていきたいと思いますので、コンクリートされているものではないということで受け止めて、おきます。終わります。はい、では先ほど北山副委員長から要求がありました、事業者に対するチェック体制と保健センターとの連携状況等についてのですね、資料でございますが、理事者報告提出できますか。出口技術長。所管局と協議して提出させていただきます。はい、ということでございますので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることにいたします。さあ、それでは進行いたします。次、国本委員。すみません、よろしくお願いします。まず私の方は、これそもそもの大変申し訳ないんですが、この負担金制度ですね、意見書の中で先ほどもありましたけれども、3つ、固定費負担金制度と個別需給給水契約制度、バックアップ料金制度と、この3つの制度があって、でこの中で京都市としては、神戸市に近い形での固定費負担金制度を導入しようという考えだというふうに思うんですが、これを選択される意味について、意味というか、その、なぜこれを選択されるのかについてお聞かせ願いたいと思います。草壁部長。今回3つ、議論した中で、固定費負担金制度を選択した理由でございますけれども、まず、
岡山市とか北九州市で個別需給給水制度、これは一定量を超えた場合に通常の料金よりも割安で料金を設定することによって、地下水利用から水道利用に回帰してもらおうという制度でございますけれども、これにつきましては割安な料金を適用するとなると、全ての地下水の利用者だけではなくて全ての事業者に適用するという必要がございますので、となると、実質的に上下水道局の料金収入が減収するというような可能性がある、それが課題でございます。でまた帯広市で のバックアップ料金制度につきましても、新たにそのバックアップというのは新たなサービスというふうに捉えまして、そのに対する対価をいただくということですけれども、この制度はあくまでも任意の協力金という性格というのがございまして、そこで契約することについての強制力というのがないというのが課題でございまして、で今回の議論の中でやはり固定費を負担していただくという議論の中で、神戸市の制度に近い形での制度設計というのを取り入れたということでございます。以上でございます。はい、国本委員。はい、分かりました。バックアップ料金制度というのは、言ったらこれも一つの考え方やなと思ってながら見てたんですけども、言ったらもう強制力がないということで、要はその、負担金制度、固定費の負担金制度であれば、これ一定その、強制力を持つ無条例、神戸市のホームページ、神戸市さんの、ちょっとホームページの Q&A とか見てますと、もう条例違反ですよと言ったら、これ、厳しいような回答が言って出てたというふうに思うんですけれども、言ったらそういうふうにして、京都市の中でも適正に、水道とその地下水の利用というものをしっかりと、バランス取っていこうという考え方だというふうに理解します。それで、今後ですね、これを進めていくにあたって、今現在これ利用されているところが58社あるということでしたけれども、これ説明書ですかね、パブリックコメントの6ページの、3番で、地下水利用専用水道を設置している事業者に対しての配慮はということで、経過措置の期間を設けますということです。でこれについては、1免除期間軽減期間という2つあるんですが、例えばその58社あるうちですね、58社あるうち、要はもうすでにもう昔からそれをやってて、もう、コスト、もう言うたら回収してますよと言うたら、回収してます言うたら、もうそこは、もうその分、もっと取ってますよっていうところと、もうほんまに最近それをされたところで、まだそのコストを回収できてないっていうところのやっぱ差が出てくるとどうしても思うんですね。でそれを一律にその経過措置をどういうふうに考えるのかっていうところと、新しくもしね、これ条例改正されて新しくされた、あれ新しく地下水を利用しようとしてされたところは、なもう鼻からもうこれも全額ですよっていうふうになるのか、これについてのちょっと考え方をお聞かせ願いたいと思います。草壁部長。既存の利用者に対しての経過措置の考え方と、新規のところについてでございますけれども、既存のところも当然導入時期も違いますけれども、それについてなかなかその合理的にそのきちんと区別してですね、免除期間あるいは軽減期間が設定できるのかというのは、これからさまざまなご意見をお伺いした上で、経過措置については検討したいと考えております。それとあと、新規のところにつきましては、きちんと周知をしまして、その一定どこまでがその新規がもうすでに工事に着手している場合であるとか、経過している場合、計画をもうしている場合とか、いろんな状況があると思うんですけれども、そういったところで、どこまでを最初からご負担金をいただくかどうか、あるいはその負担金当初の導入についてもその段階的に制度を構築するかについては、これについてもまだ今現時点で定まった考えというのは決めておりませんので、これもご意見
をいろいろ聞いた上で検討今後検討してまいりたいというふうに考えております。国本委員、はい、先ほども、橋村委員からですね、まあ、これ、まあ、パブリックコメントとって、まあ、市民の方からそのなかなか意見上がってくるのは少ないんではないかと、まあ、事業者の方の話も丁寧に聞いていく必要はあるんではないかという話ありましたけど、全く同感でございまして、この点についてもすでにもうその事業者の方のですね、話を聞いていただいて、要はその理解していただくことがもう大前提で必要だというふうに思いますので、それごとしっかりやっていただくということと、先ほどまあ、周知の話もありましたけれども、要はこれからですね、その地下水を利用するときにどれをどう掴んでいく、その今は水道水使ってますけど、これから地下水を利用しようとしていますと、で地下水を工事するののその、まあ、届け出制というふうにおっしゃられたと思うんですけども、届け出制を取ってそれを把握していこうというところもしっかり掴んでいかないと、結局また水道料金の使用量と下水道料金の差でですね、ここおかしいなというところが出てくることもあるというふうに思いますので、そこは細かく見ていかないとですね、他の他都市で多分そういう事例があったというふうに記憶をしておりますので、要はその下水道料金が全然支払われていなかったという件とかそういうのがあったと思いますので、そこら辺もやっぱ地下水っていうのは、要は地下水というのは言うたら、その事業所で先に掘ることも可能ですし、後から掘ることも十分可能やというふうに思います。僕は井戸を掘ってましたのでよくわかるんですけれども、そういうので言うたら後で掘ることも可能です。それで言うたら黙って水っていうのは上げられるとは思うんです。まあ、その下水道料金との兼ね合いでそこははっきりしばしてくるとは思うんですが、やっぱその点についてはしっかりと把握をして、やっぱりそれこそ公平公正に、この制度そのものも公平公正に扱われるような体制をしっかりと取っていただきたいというふうに考えています。まあ、そのパブリックコメント、まあ、ご意見いただいてからさまざまそういうことを決めていきたいということですので、その点まあ、ご意見、皆さんもご意見聞いていただいて、そこら辺も考慮してこの制度ちょっとこの制度を、まあ、進めるにしてもそういう考え方で取り組んでいただきたいというふうに思います。最後に何かあればお聞かせ願いたいと思います。草壁部長。制度の構築にあたってはその把握の漏れとかそういったことがないように、上下水道局内でも水道部門下水道部門しっかり連携を取ると、それと保健行政であるとかそういった市全体でもきちんと情報の共有をして、そういった制度の運用にあたって公平性がきちんと担保できるようなにしっかりとやってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい、では進行いたします。安井委員。まあ、少し一時点確認をしておきたいと思います。まあ、今回は、平成23年度の、まあ、市会の決議、まだ25年度以降審議会を設置をされて、まあ、今日まで、複数回ですね、審議をされた、それで、まあ、今回の答申に至ったと、まあ、こういう経過であります。まあ、ですから、これまでこの制度をどれに作るかは別にしまして、新しい、まあ、制度を作るということについてはですね、検討せよというのが、まあ、議会の決定でもありましたし、まあ、これについては我々も責任を持ってですね、やっていかないかんと、こういうことであります。その中で、まあ、今回、先ほど来ご答弁ありますように、まあ、今回の制度の対象がですね、非常にまあ限定されたところですね。で、広く一般皆さん方に影響するものであれば、料金の改定とかですね、あれば、まあ、これは広くまあ皆さん方に影響するわけでありますから、意見を聞くということは必要だと思うんですが、まあ、一つこれ今回はパブリックコメントを捉えるということについてですね、まあ、その辺のまあ認識を問っておきたいなと思います。冒頭申しましたように議会が付帯決議をして、そしてまた審議会を設けて今日まで、何年かにわたって、まあ、審議をしたという経過であります。で、今回、まあ、このパブリックコメントのこの対象の説明を見ましても、
どちらかといえば、まあ、不公平感をですね、まあ、前面に出されている内容であります。他の使用者との公平性を欠くとか、いわゆる、まあ見合った給水管ということでですね、非常に、まあ、他の水道使用者との公平性を欠くということが、まあ、ちょっとこう何行か書かれているわけでありますね。一般の皆さん方は、まあ、この制度は、まあ、おそらく出せばですね、いやいやそれは使ってもてる人に負担してもらうのは当たり前やと、まあ、こういうことになろうかと思うんですね。で一方では、対象業者の方についてはですね、まあ、もう少しやっぱ緩和してもらえんだというようなことがおそらく出ようと思いますね。まあ、経過措置でもちゃんと書いてあるわけですね。ですから今回本当にこの限られた、対象の皆さん方に対する制度をこの広い一般にパブリックコメントをですね求める必要があるのかなとこう思うんです。でこれまでの経過は先ほど言いましたように議会が付帯決議してそして審議会も設けて専門部会も設けてですね今日も至っているわけですね。ですから上下水道局の責任の中でしっかりした制度であればそしてまた議会に当然これは条例改正になるわけでありますから、議会が承認をするということに最終になるわけですね。ですからそういう流れの中で本当にこの限定された対象の制度を広い一般の皆さん方に、まあ、知らしめることは必要でありますけれどもパブリックコメントとして取るその何て言うのかな狙いがねちょっと分からんのですよ。ですからまあ私もこれまでパブリックコメントについては非常にまあ、何でもかんでもパブリックコメントにかけるやなしに、まあ、一定のやっぱり責任を持ってやることについてはそれぞれの局なり議会が責任を持ってやってですねであと皆さんに知らしめるという周知をするということでいいこともこれまで多かったと思うんですね。そういう中で今回限定された業界に対する制度について広く一般の皆さん方にご意見を求めるということにつきましてですね先ほど言いましたように文務省もまあ公平性を欠くとこのようなことも入っておりますから当然これはもう漏れてあげて賛成ということになるかと思うんですね。だからそういうような形でいいのかどうかそれと先ほどご指摘あるように対象の業界業者の皆さん方について、まあ、どういう意見をやっぱり、取っていくのか、まあ、これはパブリックコメントでもおそらく出てこいとか思うんです。ああしてくれこうしてくれそれはなしにやっぱり、上下水道局も、まあ、現状を踏まえてですねそういう皆さん方と供給を開いてやっぱりお話をしていくということも必要ではないかなと。パブリックコメントを取ったからもうこれでいきますよということじゃなしにですねそういう方法も私はあるんではないかなと思うんですがこれはまあ制度の問題ですからそれを活用するしないはまあ皆さん方のことですからそれをとやかく言いませんけども今回のこの内容についてはそこまでする必要があるのかなとこういう疑念を思っているんですがいかがですか。日下部部長。パブリックコメントを、今回募集する理由でございますけれども先生おっしゃる通りこれまで司会での付帯決議それと、まあ、第三者の委員会での、まあ、議論そして意見書を踏まえて検討局内の責任を持ってしてきたわけですけれどもそういった中でやはり市民の皆様まあ、狭い範囲ということですけども、まあ、引いてはもう市民生活全体に関わる問題ではございますのでそれをまあ市民参加条例の趣旨を踏まえまして、今回パブリックコメントという制度もきちんと活用して広く意見を募集したいなというふうに考えておりましてそれと個別 の, 事業者さんについてはきちんとそれは個別にきちんと説明一件一件させていただいて制度の趣旨の理解を得たいというふうに考えておりますし、まあ、様々なそのご意見をいただくという手法を、まあ、できる限りのことはしたいということで今回パブリックコメントもやらせていただこうというふうに考えた次第でございます。以上でございます。安井、まあ、ちょっと今のお言葉の中でですね、まあ、対象の皆さんにもまあご意見を聞いていくと、まあ、こういうことですかね。それについてはパブリックコメント以外にそういうものを皆さん方もこれ当然制度ですから
周知をしていくことも必要ですし、事前にやはりこういうことを考えているということもやっぱり履歴していく必要があるかと思うんですね。ですから、パブリックコメントはコメントとしてやるということですから、やっていただくとしてですね、そういう対象の皆さん方との説明会と申しますか、皆さん方のお考え、制度に対する説明、こういったことをやっぱり今のご答弁ではするというように受け止めていいんですかな、その辺だけちょっとよろしくお願いします。草壁部長。個別にもきちんと先ほどから の先生方からのご意見もございましたし、個別にきちんと制度の趣旨目的きちんとご説明させていただいて、ご理解を得るようにきちんと個別の説明をしたいというふうに考えております。以上でございます。安委員。いや、それは決定者からお礼なのか、それまでにですね、パブリックコメントはこれ1ヶ月でやらなきゃいけないんですけども、その間にですねそういうことをやられるのかね、だいぶちょっと意味合いが変わってくると思うんですね。制度が決まってからやるというのはこれはあくまでも説明だけの話であって、やっぱりそれまでのパブリックコメントの間にそういう方々とどういう形でお話をされるかと、これは皆さんが言うてこられるかどうか分かりませんけども、おそらくそうじゃないし、やっぱり皆さん方が制度を変えるわけですから、当然やっぱり対象のところには今こういうことで今検討しておりますよということはやっぱり事前にですねやっぱりご説明をする必要があると思うんですよ。ですからその辺、今ご答弁ありましたことが事前にやられるのか、いやいやもう決まってからパブリックコメント終わってですね一定の方向が決まってからいややらはんのかね、これによってやっぱだいぶ意味が変わってきますんでね、その辺はどうでしょうかね。草壁部長。個別の事業者の説明については制度が固まる前に事前に丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。安委員。ぜひそういったことが、新しい制度をですねスムースにやっぱりスタートさせる、そして広く市民の皆さん方にも、新しい制度を知っていただく、そしてご理解いただくということになること思いますので、その辺をですねきちっと、丁寧に やられることが、当たり制度導入についてのやっぱり一歩だと思いますので、ぜひその辺は、進めていただきたいと思うところでございますので、強く要望をしておきたいと思います。それと今回、ちょっと関連をするわけでありますけれども、今度は地下水との問題でありますけれども、これは地下水はですね簡易水道の場合もこれ地下水で、やっておられますかね、普通、町の中でありましたらね、ちょっと郊外でありますと、沢の水とかいろいろありますけれども、簡易水道が市内で今どれぐらい皆さん方把握をされているのか、その実態をちょっとお伺いしたいんです。ですから、今回はこの地下水を当然混合してやると今対象でありますけれども、同じ地下水を使っておられるということについて、そういう簡易水道の実態をですね少しお願いをしたいなと思います。草壁部長。簡易水道の把握についてですけれども、簡易水道については本市が現在事業実施しておりますいわゆる地域事業ですね、共同社の山間部について簡易水道事業を現在行っておりますけれども、その他例えば民間で市内でやってるとかそういったのはございませんので、あくまでも京都市が実施している簡易水道だけでございます。はい、安委員。そういった事業としてでなくですねやっぱり簡易水道を使っている地域があろうかと思うんですね。ですからその辺はですね、今後の課題として少しやっぱり把握しておく必要があるんじゃないかなとこう思いますので、その辺は要望をしておきます。それとですね、一つ聞きたいのはこのパブコメをするについて、今回のパブコメですねどれぐらいの経費をかけられる予定ですか。草壁部長。のパブコメの経費ですけれども、印刷につきましても、局内で印刷の方をして 業者委託とかそういったことは考えておりませんでして、そういった意味では局内の現在の予算の中で対応することで特段すみません積算の方
今の段階でしておりません。予算としては通常の経費の範囲内でやろうと考えております。以上です。安い、これはどれぐらいお作りになる予定ですか。草壁部長。各設置場所に今5000部ほど用意をしようというふうに考えております。以上でございます。安い、それはトータル的に5000部という理解ですか。トータル的にはどれぐらいなんですか。草壁部長。最初に印刷する部分として5000部というふうに考えてまして、もし不足等が生じたらその都度設置場所との連携を取りまして対応したいと考えております。以上です。安い、そういうお考えであればそれでいいんですが、やはりパブリックコメントでありますから、やっぱりどれぐらいの皆さん方にお示しをしてどれぐらいの開始をするかというのは、ね、基本やと思うんです。ですから足らんかったらこう印刷じゃないしにですね、一定皆さん方がパブリックコメントを取るということですから、やっぱり一定どれぐらいの目標を持って、どれぐらいの皆さん方に、5000人だったら5000人でもかもしれませんけれども、それが、本当に、パブリックコメントを取る妥当な数字であるかどうかはちょっと私も判断つかねますけれども、5000部で、例えば、それでパブリックコメントという位置づけするのかですね、その辺ちょっと今足らんかったら印刷するということですけど、ちょっと目標がないんではないかなと。ですから広く口見の皆さん方にご意見を聞くということは趣旨でありますから、少しやっぱりパブリックコメントを取るについては一定やっぱり、ね、目標をこれぐらいの市民の皆さん方からやっぱり意見を求めるんだという姿勢がなければパブリックコメントにならないと思うんですよ。ですからその辺は今回は5000部ということでありますけれども、今後ですねこういうパブリックコメントを捉えるということであれば、一定やっぱり対象をどれぐらいまでやっぱり目標として、意見が出てくるどんだけ出てくるか別にしましてですね、やっぱり一定やっぱりね広く求めるということでありますから、その辺の数字的な部分はこれからやるについてはですね、しっかりと目標を持ってやっていただきたいなと思うんですけど、それについてはいかがですか。草壁部長。パブリックコメント の, 目標ですけれども、この当然各区役所であるとか局の営業所にこの用紙を設置するということに加えまして、ホームページ等でも募集しますので、必ずしもこの紙を配布するだけがではないんですけれども、きちんといろんな手段を使う中で、きちんと市民の皆様にまずパブリックコメントを実施しているということをきちんと周知するとともに、できる限りたくさんの意見を伺えるような形でパブリックコメントの実施をしてまいりたいと考えております。以上です。安い、主婦はね今ホームページなんか含めていろいろやられますので、それは多様な手法としてあるんですけども、やっぱり一定これからやれるときはどれぐらいの、ね、やっぱり皆さん方に周知をするというかね、これ5000部言ってもこれ11区で分かっても400部ずつぐらいしかないですわな、各市役所、そして営業所やないかとしたらおそらく数百もいかへんのちゃいますか、置かれるのが。それが果たしてパブリックコメントのやり方としていいのかね。それはパソコンもよろしいですね、やっぱりそやなしにやっぱり、そういう方法も含めてですね、やっぱりそれはやっぱり言って考えるべきではないかなと思っております。で、今回は自社で吸って自分のところで、製本してですね自分のところで巻かれるということがありますから、それは経費として安くなるかも分かりませんけれども、やっぱりこれ5000部作ってですねやると思うと大変な時間もかかるわけですから、ですからそれは自らやることについて経費の節減ということについては理解をするんですけれども、やっぱりパブリックコメントのあり方、そしてパブリックコメントをやった場合一定のやっぱり、配布もしくは知らしめる、市民の皆さん方に対する目標はですね、一定の数をやっぱ持ってやっていただきたいなと。これは今回は上月ですから皆さん方に言ってますけれども、
これはまあ他の局もそうでありますけれども、そういったことも今後ですね、いろいろとご協力、ここ考慮をいただきながら、そういった制度の活用をですね、やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いを強く要望しておきます。以上です。はい。それでは他にございますでしょうか。なければ以上で上下水道局を終わります。理事の皆さん、ご苦労様でございました。次のですね、交通局につきましてはもう待機してますので、このまま休憩はですね、特にせずに続けたいと思いますので、ご了解ください。まあ、理事者が交代しますので、その間ぐらいはトイレ休憩ぐらいはできると思いますので、その間しばらくお待ちください。それでは再開をいたします。次にですね、交通業関係の市バス運転士による乗務中のスマートフォン操作についての報告を聴取いたします。では理事者、報告願います。山本公益業管理者。はい、ご報告にあたりまして、まずもってお詫びを申し上げます。この度市バス運転士が営業運行中にスマートフォンの操作を繰り返し行うという事案が発生をいたしました。司会の先生方をはじめ多くの市民の皆様から交通局への多大なご支援をいただいている中で、このような信頼を損なう事案が発生しましたことを心からお詫び申し上げます。今回の事案は安全運行の確保に全力で取り組むことが求められている市バス運転士がお客様の安全を軽視するという極めて悪質で言語道断の事案でございます。交通局職員が総力を挙げお客様サービスの向上のために頑張っている中で、このような職員がいることは痛恨の極みであり、恥ずべきことであると深く反省をいたしております。誠に申し訳ありません。本日本人に対する懲戒処分を発令したところであり、そのことも含めまして事案の詳細につきまして企画総務長の安田よりご説明をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。はい、それでは安田企画総務長、どうぞ着席して報告。すいません、懲戒事案でございますのでこのまま説明をさせていただきます。はい、それではお手元の資料に基づきご報告申し上げます。1番関係職員でございます。関係職員は中澤誠自動車部九条営業所に所属する45歳男性の運転士でございます。採用年月日は平成6年2月28日勤続22年6ヶ月の職員でございます。2事案概要でございます。関係職員は8月17日から25日までの間、バス営業運行中に信号待ち等で停止した際、業務と関係ないメッセージを閲覧するため股の間に置いたスマートフォンを操作する行為を繰り返しました。交通局のドライブレコーダーに残っていた記録映像の調査により、8月22日、23日、24日および25日の4日間の16乗務21運行のうち10乗務11運行で
合計121回操作したことを確認しております。3番、事実経過でございます。平成28年8月23日午後8時43分ごろに西王子七条から市バス202号系統に乗車されたお客様が、運転士が乗務中にスマートフォンを操作していたと報道関係に、報道機関に情報提供され、8月26日に報道機関から当局に問い合わせがあり事案が発覚いたしました。同日ドライブレコーダーの記録映像と関係職員への聴取により事実を確認し、以降の乗務停止を命じまして、関係職員は自宅待機しております。ドライブレコーダーに残っていたすべての記録映像を調査いたしまして、関係職員が8月22日、23日、24日および25日の4日間の16乗務21運行のうち10乗務11運行で合計121回スマートフォンを操作したことを確認しております。また8月30日に監督官庁である京都運輸支局に対して本事案を報告し、8月31日には改めて関係職員への聴取を行い、関係職員が8月17日から乗務中にスマートフォンを操作し始め、8月20日ごろから頻繁に操作することになったということを確認いたしました。裏面をご覧ください。4、処分でございます。乗務中にスマートフォンを操作閲覧する行為は、安全運行の確保や職務専念義務について定めた京都市交通局職員含む規定及び京都市乗合自動車運転取扱規定に違反するものであります。今回の行為は重大な事故につながりかねないもので、安全運行の確保及び職務専念義務に対する意識が欠如し、お客様の安全を軽視した極めて悪質な行為です。交通局全職員がお客様サービス向上のために取り組んでいる最中、市民の皆様をはじめとする市バス地下鉄のご利用になるすべてのお客様の交通局に対する信頼を大きく損なうものであり、その責任は極めて重く、厳しい処分で臨むことが相当であると考え、停職一月の懲戒処分を本日付で発令いたしました。5、再発防止等でございます。1、安全運行の徹底としまして、8月31日に委託先を含むすべてのバス運転手に対して、安全運行の意識徹底と乗務中の携帯電話スマートフォンの使用禁止及び持ち込み時の電源オフを文書にて改めて厳明しました。次に、2、点呼時の確認としまして、現在安全運行の徹底を図るため直営のバス運転手に対して始業及び就業時の点呼において携帯電話が電源オフとなっていることを目視により確認しており、委託先においても同様の確認を行っております。最後に3、同様の違反行為の確認でございます。同様の違反行為が他の職場でも起きていないか確認するため、8月31日から直営のバス運転手に対する聞き取り調査及びドライブレコーダー映像の無作為抽出による調査を行いました。その結果、乗務中に携帯電話を操作するといった行為は確認されませんでしたが、8月28日に直営のバス運転士が緊急時の連絡に支障が生じないよう、充電が少なくなったスマートフォンを電源を切らずに車内に持ち込み、ドライブレコーダーに USB ケーブルを接続して充電を行った事実を把握したため、今後当該運転士に対して厳正に対処してまいります。なお、委託先のバス事業者からも同様の違反行為は確認されなかったとの報告を受けております。今回の行為は交通局として断じて許すことができないもので、一人の職員が非行為に及べば交通局はもとより京都市政に対する信頼を失墜され、取り返しのつかない重大な結果を招くことを今一度全職員が自覚しなければならないと痛感しております。市民の皆様からの一刻も早い信頼回復を図るため全力を挙げて取り組んでまいります。報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではただいまの報告について何か質問ございませんでしょうか。はい、平山委員。今回市バスの運行中にこのようなスマートフォンを操作するという、非常に極めて重大な
案件が発生したこと、これは大変私も心苦しく思うわけでありますが、まあ、今回、まあ、停職1ヶ月という極めて重い、処分の方も、まあ、交通局の皆様が取ってくださったということは、まあ、理解をした上で、まあ、数点ちょっと確認をさせていただきたいと思います。まず冒頭にですね、ちょっとお伺いしたいんですが、勤務時間中の携帯電話の取り扱いについてでありますけれども、まあ、今回運転中は電源を切って持ち込むならば大丈夫とか、まあ、今回は操作してたんで全くあれですけれども、例えば休憩中はどうなのかとか、そういった規定についてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。はい、加藤自動車部長。はい、バスに乗務するときに電源を切って乗るということで、休憩中にはそこまでしておりません。平山委員。で、まあ、休憩中は使えるということで、はい、わかりました。またちょっと時系列的に事実をちょっと、まあ、この案件について改めて整理をしたいんですけれども、まあ、今回8月23日に、まあ、乗車をされたお客様の話でありますけれども、まあ、その当日なのか翌日なのか、まあ、分かりませんけれども、市バスにご乗車されたお客様から当局交通局さんにはではなくて報道機関に直接情報提供があったということで間違いございませんか。はい、安田部長。はい、間違いございません。直接26日に報道機関の方に連絡が我々にも入りましたので、報道機関から我々いただいております。平山委員。分かりました。じゃあ、まあ、報道機関から当局へ問い合わせがあって事態が発覚ということですね。まあ、ちなみに報道ってこれ確か1週間ぐらい前やったと思うんですけど、いつ出ましたでしょうか。安田部長。はい、9月2日に夕刊ですが読売新聞の方で出ております。平山委員。わかりました。事態は発覚したのが8月26日ということで、確か、我々も情報の提供を受けたのが、まあ、9月に入ってからだったように記憶はしておりますけれども、まあ、その間調査されてたのかなとは思うんですけれども、発覚してからの、まあ、タイムラグがあったのはどういったことでしょうか。安田部長。はい、26日に聞きまして、まあ、直ちにドライブレコーダーで本当かどうかの確認をさせていただきました。で、まあ、本人の聞き取りもして、で実際分かったんですが、でその後ですね、他にもやっていないかという調査を我々の方でやっていたということと、あと近畿 の運輸局の方の連絡等、そういう作業を進めておりました。平山委員。分かりました。まあ、今回、直営にも委託先にも、まあ、スマートフォンを操作するというそのような案件はなかったこと、これ以外にはなかったことは幸いでありますけれども、まあ、今回その業務上に関係のない、まあ、グループラインですか、この内容が気になったからということでありますけれども、10乗務11運行で121回ということなので、まあ、運転中私かなり頻繁にご覧になられてたんじゃないかなというように感じますけれども、まあ、まさかメッセージの送信とかまではされてないということですね。安田部長。はい、おっしゃる通り、まあ、1日で言いますと大体30回ほどやっているということで、頻繁にやっております。ただメッセージのそれはやっておりませんでした。平山委員。わかりました。まあ、ただそれに加えて、8月28日には直営のバスの運転士が、まあ、スマートフォン電源切らずに充電をしていたという報告もあったんですけれども、まあ、このちょっと当該事案について今一度簡単にご説明いただきたいんですけれども。安田部長。はい、充電をしていた事案でございますが、まあ、本件、西賀門営業所の直営の運転士の事案でございます。当該運転士、8月28日午前11時6分の西賀門車庫を出まして、まあ、京都駅で折り返してもう一度西賀門車庫に戻ると、市バスの9番のこの検討の運行の際にですね、車内に設置しておりますドライブレコーダーのその本体の機器、まあ、ここに USB ケーブルを接続して、まあ、自分が電源を切らずに持ち込んだスマートフォンを充電していたと、まあ、本人の事情聴取では、まあ、電源を切らずにスマホを持ち込んで充電したと、で運行中、携帯電話の操作を行っていないということを認めております。
で、まあ、ドライブレコーダーの映像で我々も確認をいたしまして、まあ、申告通りのことを確認しております。まあ、あの本件ですけど、まあ、乗務の直前、まあ、運転士がスマートフォンの充電が少なくなっている、まあ、これに気づきまして、あの事故や急病便発生の際、まあ、緊急連絡、これに支障が出ないように考えて充電を行ったということでございます。停車中も含めてスマートフォンの操作は行っていないんですが、まあ、電源を入ったまま車内に持ち込んだということは含む規定に対する違反でありますので、まあ、本日の違反報告も踏まえて、まあ、厳正に対処していきたいというふうに思っております。平山委員。ちなみに今回のケース、どのような経緯で、まあ、発覚をしたわけでしょうか。安田部長。はい、本件は8月28日の日なんですが、19時ごろこのバスをご利用になられたお客様がですね、まあ、交通局の天神川の案内所の方に電話を寄せられまして、それから直ちに西賀茂営業所の方でドライブレコーダーの確認、それと本人への聴取を行いまして事案を把握したというものでございます。平山委員。まあ、事態が8月26日に発覚、まあ、今後このスマートフォンの操作のですね、それが発覚して、まあまあ、充電ということですけれども、まあ、まだ職員さんまで徹底はされてなかったのかもしれませんけれども、まあ、今回同様の案件が発覚したわけであります。まあ、いずれにしてもお客様に対する、まあ、安全の責任はじめ交通局一丸となって信頼回復に、まあ、取り組まれるということでありますけれども、まあ、今回初めの今回の事例は特設当局に連絡があったみたいですけれども、初めの捜査の方の事案はご乗車されたお客様が報道機関へ直接情報提供されたということ自体が、私は個人的に大変悔しく思うわけであります。まあ、もちろんこれは報道してほしくなかったということではなくてですね、まあ、当局に情報提供したところで隠蔽されるんではないかとお客様は感じたから、報道機関へ直接、まあ、情報を提供したんではないかなと、まあ、やや極端な見方にはなるかもしれませんけれども、まあ、そのように受け取れなくもないと私自身は思ったわけであります。まあ、先日の委員会でも山本管理者の下での新たな中期経営方針を策定をして、まあ、お客様サービスの向上と謳われたばかりでもありました。まあ、続いては本事案をどのように、まあ、受け止めておられるのか、また乗務中のスマートフォンの不適切な取り扱いが続けて発覚するということはですね、まあ、交通局の安全運行を、まあ、徹底するという意識に緩みが生じているのではないかとも思うわけであります。まあ、そこで、ちょっと、まあ、今後二度と同様の事態を発生させないというですね、まあ、強い決意を管理者の方にお願いをして質問を終わりたいと思います。山本管理者。まあ、大変残念でありますし、大変な申し訳なく思っておる次第でございます。ご指摘のように市民の皆様、さらには利用される方などの、まあ、信頼を得ながらですね、安全運行に、まあ、努めるというのが我々の最大の責務であります。そういう意味ではスマートフォンに関する持ち込みのルール、これを、まあ、破っておったという職員がおったというのは本当に、まあ、恥ずかしく思う次第でございます。ご報告申し上げましたように、ルールについてはしっかり守るように厳命をした次第ではありますけれども、改めて各職場を含むラインで回りましてですね、しっかりと指導していきたいと思いますし、同時に中継方針の中でもお話申し上げましたけれども、やはり市バス地下鉄がより信頼されるように、そういうお客様サービス、さらには安全への意識の徹底、気を入れまして取り組んでまいりたいというふうに思っております。はい、では進行いたします。国本委員。この事案につきまして、まず確認したいことがございます。まずその今回ですね、個人のスマートフォンを乗務時に、電源を切って持ち込むというまあ、ルールに基づいて基本的には持ち込んでおられたと思うんですけれども、その個人の携帯電話もしくはスマートフォン、これをそのバスに、運転手さんが電源を切った上で持ち込むっ
持ち込むことができるっていう、理由は何でしょうか。はい、加藤部長。はい、私どもの方は以前は、運転手に10円玉を持たせて乗務させておりました。携帯電話の普及によって公衆電話がなくなったという中で、平成24年の2月に、携帯電話の持ち込みを、許可し、ただし電源を切るというようなことでの運用をさせていただいております。以上でございます。国本委員。もう一回確認です。その持ち込むのはその何のために持ち込んでいいということになっています。加藤部長。はい、すみません。緊急時の連絡ということで、例えば事故とか、お客様が急病人とか、そういった時に直ちにやっぱり救急車を呼ぶとか警察へ通報するとか、そういうことが発生しますので、そういうための緊急用ということで持たせております。以上です。国本委員。はい、これをですね、要はその個人の携帯電話を電源を切って持ち込んで、でもし何か事故があった場合、それ電源を入れて、多分営業所の方は、無線がつながっているというふうに思うんですけれども、要は警察なり、救急なり消防なりに、電話をその個人の携帯を使ってかけるということになってたという理解でよろしいですね。加藤部長。はい、個人で電話を持っている場合はその場で電源を入れて、それから警察なり救急車を呼ぶとかいうようなことで許可しております。以上でございます。国本委員。もうこんな時代に大変こんなことはないと思うんですけど、個人の携帯を持ってはらへん人っていうのは乗務員さんというのはいらっしゃる。加藤部長。ちょっと人数は把握できてませんけども、持っていない運転手はいるというふうに聞いております。以上でございます。国本委員。例えばその方はどういう対応で、言うたら10円玉で公衆電話でされたりするのは、どういう対応で、もし事故が起こった場合はどういう対応されるんですか。加藤部長。はい、その場合は無線を入れたり、時にはお客様の携帯をお借りしてお客様からかけていただくとかいうようなことで対応していると思います。国本委員。はい、わかりました。ですね、僕個人、これはさまざまいろいろの考え方はあるとは思いますけれども、乗務員さん、別にこの乗務員さん LINE のやり取りしてたというのは、本当にもうこれはもう残念な事故であり、事故であるというふうに思いますけれども、そもそもですね、言うたら個人の携帯をその乗務員 の, そのバスに持ち込むことが、持ち込むことそのものがどうなのかというふうに思ってしまうって言います。僕個人としては、例えばバスにもう発信専用というかですね、もう言うたらその限定された発信専用の、言うたら本当に携帯電話を必要なのであれば、それは事業者がやっぱりその用意するっていうのも一つの僕は手かなというのも感じるんですけども、それだったら個人の携帯を持ち込む必要は全くないわけで、言うたらバスに、バスに1台携帯がついてるとか、乗り組み乗務員さんにその携帯を1台貸与するとか、その時間の間ですね、そういう考え方とかいうのはできないものだとか、そういうことであれば携帯 の, その操作であり、スマートフォンの操作であり、また充電でありですね、そういうことも防げるんではないか。もう再発防止策がですね、再発防止等についても書いてありますけれども、これについても要はその、徹底したということで、その乗務員さんを信用してないというわけではありませんが、事業者の責務としてですね、やっぱりその事故を起こした時の連絡方法の、確保っていうのもやっぱり一つこれから考えていくべきことなんではないかな、確かにコストもかかる話ではありますが、その点についてのお考えをお聞きしたいと思います。安田部長。はい、先生おっしゃる通り、考えていくべき課題という意味としては認識しております。ただ携帯電話はですね、実際うちバス今804でございまして、それを全部やりますと、コスト的にやはり携帯の管理というのは非常に大変でございます。でまた各営業所の方でそれをすべて管理していかなきゃいけないし、充電をどこでどうするとかすべて考えていきますと、導入ですとか、維持管理、ここに多額の経費というのがありますので、現在の取り扱いで、いきたいというのが
これでございます。で、まあ、実際今回ですね、まあ、事件っていうのを起こしてますの、そのルールでやってきて、そういう事件を起こしているのが本当に一握りの職員でございます。他の職員はそういうことはしておりませんので、まあ、このやり方で続けたいなというふうには思っております。国本委員。はい、まあ、今回もう言うたらごくごく一部の乗務員さんがこういうことを起こして、まあ、こういう問題になっているわけですけれども、まずはこのやり方でこのルールでしばらく、やってみると。で、まあ、その点についてはまだしっかりと注視をしていただきたいというふうに思いますし、例えば、まあ、すでにやられていると思うんですけども、抜き打ちでドライブレコーダーの点検とかそういうこともされているとは思うんですけども、やっぱりそういうところも徹底していただきたいというふうに、再度ですね、徹底していただきたいというふうに思いますし、その乗務員さんもやっぱりそういう誘惑に駆られないようなその環境を作っていくということも一つの考え方だというふうに思いますので、その点についても今後、まあ、確かに先ほど多額の経費も必要だと、管理も大変だというふうな話もお話もありましたけれども、この点についても、まあ、お客様の安全には変えられへんものだというふうに考えますので、この点についても今後検討の余地をしっかり残していただいて議論していただきたいというふうに思います。以上です。はい、では進行いたします。高知委員。よろしくお願いします。すみません、報告いただいている中でこのドライブレコーダーというのがあるんですけれども、まずこのドライブレコーダーについて、まあ、一般のこの市民の皆様でもどのようにこのドライブレコーダーというものが機能していて、どのような活用されているかというのを多分ご存じない方というのもおられますので、このドライブレコーダーについてちょっとご説明をいただきますでしょうか。加藤部長。はい、ドライブレコーダーですが、バスの前面と、両側と室内と映せるシステムになってございます。例えばバスで事故が起こった場合にその事故の、まあ、原因を究明するために使ってたりとか、まあ、例えばお客様からの苦情が入ったとき、まあ、そういったときにも事実関係をはっきりするために使用しております。また走行環境改善のために、また乗務員からいつも同じところに駐車車両があるとかいうような報告を受けたときには、そのドライブレコーダーを確認した中で警察の方に、まあ、違法駐車の取り締まりとやっていただいているというような状況でございます。高知委員。今回、まあ、こういう事案というかありましたので、まあ、このドライブレコーダー等もこう確認されたということなんですけれども、このドライブレコーダーというのは、まあ、何日間ぐらいのこの、まあ、データが残っていて、例えば何日前まで遡ってその状況を確認できるか、ドライブの容量というか、そういうところを教えていただきたいと思います。加藤部長。はい、すいません。だいたい録画時間が約84時間ということで、まあ、私ところ路線によってというかバス その使う頻度によって変わってきますけれども、おおむね4日か5日から1週間ぐらい残っている場合がございます。以上でございます。高知委員。はい、ありがとうございます。まあ、今ご説明いただいた中で今現在搭載されているこのドライブレコーダーの機能というのはある程度分かったんですけれども、まあ今後予防ということをやはりこれ考えていかなければいけないと思います。まあ、予防という観点から質問させていただくと、ドライブレコーダーというののこの日頃の活用というところと、あと、まあ、ドライブレコーダー、まあ、こういった、事件というか事案があった時に確認すること以外に、日常で、日頃から、まあ、安全走行のために、まあ、取り組まれている、点検と申しますか、そういうことがあれば、教えてください。加藤部長。はい、先ほど申しました部分と、あと営業所の方でやっぱり苦情が来たりとか運転操作が荒いとかいうような内容があった場合に、各営業所で、まあ、その運転士のドライブレコーダーを確認するというようなことはやっております。以上でございます。高知委員。
ドライブレコードはじゃあ、常にこう、ランダムにチェックしたりとか、そういうことはないということでよろしいですか。加藤部長。はい、定期的にチェックしているということはないんですけども、やはり時刻上というのはつきものでございまして、そういった中でその運転手 の、その動作とかそういう部分についても見て問題がある場合には指摘をしておりますので、定期的にやっているというようなことはございません。以上でございます。コーチン。先ほどの質問の中で、ドライブレコーダー以外で、日常されている、点検、安全点検、どのようにその運転手の方が、されているか、そのような、取り組みというのはありますでしょうか。加藤部長。私どもドライブレコーダーを導入するにあたり、そういった事故とか、そういった部分での使用するというようなことでドライブレコーダーを導入しております。無作為で抽出して今回のように見るというのは個人情報の方でどうかなというふうに思いますので、ちょっとその辺も含めてちょっと点検した中で今後はちょっとやっていきたいと思っております。はい、安田部長。ドラレコの部分はそうなんですが、それ以外のところですね、お客様の接遇とか運転についての添乗指導、それとかお客様サービスのモニターといいまして、職員が乗って、チェックをするというのがございます。こういう行為をしまして、チェック等をしております。コーチン。モニター調査というのは、具体的に、どのようなものになりますでしょうか。安田部長。はい、お客様サービス向上モニター制度なんですが、平成11年から、モラル調整な形で始めてきております。係長以上の、交通局の職員が、月5回以上、添乗するということで、その際は私服で、時間帯も決まってないので、どの時間帯に来るのがわからないというような状態でのチェックになります。で、具体的に何をチェックしますかと言いますと、サービス、お客様サービスがメインでございますので、お客様サービスに関わる項目、それから運転操作につきましても、当然スピードが速いとかブレーキがきついとか、そういうのも含めまして、チェックというのをしております。コーチン。はい、今お伝えいただきましたそのモニターチェックなんですけれども、課長級以下の職員の方が月5回以上乗られるということなんですけれども、これは、市バスだけで5回以上のチェックなのか、あと、何名ぐらいの方がそれに携わっておられるのか教えてください。安田部長。はい、市バスも地下鉄も含めて両方ともに対してのチェックをしております。今係長級と課長級の職員で約130名の職員が月5回やっているという状況になります。コーチン。はい、ありがとうございます。130名の方が、最低でも月5回ということなので、最低月、市バスと地下鉄合わせて650回以上のモニターチェックがされているということなんですけれども、たまたま今回この事案についてはその650回の中にこう入ってこなかったということだと思うんですけれども、今さまざまな時間帯でモニターチェックをされているというふうなお答えでしたが、例えばその通勤の時に乗られるということはあると思うんですけれども、それはモニターチェックには入らないんでしょうか。安田部長。通勤の際でも OK ということでございまして、自分の通勤の際に、経路があって、やる際に大体グループごとにですね、島ごとにここを見てくださいっていう指名があるんです。この路線、この営業所を見るというのが月ごとに割り振りされます。で、そこが自分の出勤のラインに乗っておれば通勤上でもチェックすることができます。コーチン。はい、今ちょっと質問させていただいた趣旨というのが、延べ月にして650回以上最低モニターチェックがあって、通勤時も含めて、いろんな時間帯でのそのモニターチェックというのがされているということなんですけれども、
たまたまなのか、まあ、今回こういう事案が、そのモニターチェックにも引っかからずにあったと。ということは、まあ、このモニターチェックというのがしっかりその、まあ、もともとの目的に応じてこう機能を果たしているのかというようなところもちょっと疑問に思ってくるんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。安田部長。はい、モニターチェックでございますが、先生おっしゃった通り、まあ、回数的に言いますと、まあ、運転士1人当たりで言いますと大体年6回から7回程度が平均に当たる回数になりまして、まあ、月1回ない場合もあるというぐらいの頻度でございます。で、まあ、チェック項目、まあ、メインとしましてはお客様サービスの接遇向上でございまして、ここでチェックで引っ掛けてきた項目を我々が今後サービスしなければいけないということで項目として盛り込んで、随時このモニター制度そのものも見直してきているというやり方をしております。で、まあ、今年度につきましてもモニター制度の見直し作業を進めておりまして、どんどん質の向上を努めていってお客様サービスの向上につなげていくと、そういうものでございます。はい、高知委員。はい、モニター調査のこの結果というのは、まあ、どのようにこう集計されてどのように活用されているのかというところと、まあ、今おっしゃった中でのそのお客様サービスという意味では、まあ、本当にまず第一のサービスというのが安全だというふうに思いますので、まあ、そのあたりのですね、チェックというのがまあどれほどできていたのかというところを、まあ、まあ、単純に思ってしまうんですけれども、その点いかがでございましょう。安田部長。はい、モニター制度でございますが、乗った際にですね、得点といいますか、その有料かというような形の5段階評価で採点を作るようになっております。でその中で、悪い評価になった、一定回数その改善が必要やというような職員になってきますと、当然ながら我々研修所の接遇担当が乗りまして、添乗して指導してアドバイスもしまして、改善されるまで乗るということをして適正化していくというのが一つでございます。でもう一つは、まあ、優秀な職員につきまして、まあ、年間5段階評価で本当に点数のいい方につきましては、まあ、表彰制度というのも設けておりまして、新章筆伐のやり方で進めてきております。コーチン。はい、まあ、今おっしゃっていただいたこのモニター制度で、まあ、ドライブレコーダーはまあ緊急時ということでございますけれども、まあ、今後その予防策どのようなものをより今以上にしていかなければこれいけない状況になってしまったというふうにも思いますので、まあ、具体的にどのようにこう予防策されるのかというところ、チェックをどうしていくのかというところ、また先ほど、まあ、国本委員の方からもご質問ありましたけれども、この携帯電話の取り扱いどのようにするのか、その辺のですね、具体的な、まあ、今後の指針というのをまた、交通局さんの方でしっかりと考えていただいて出していただきたいというふうに要望いたします。最後にちょっとこれ、まあ、少し余談なんですけれども、一応ちょっと確認だけしておきたいんですが、これ逆に運転手さんの観点の方から、まあ、考えたときに、もちろんこの事案というのをが、まあ、本当に残念な事案だなというところの観点からなんですけれども、まあ、今回のこの LINE でのメッセージというのは本当、例えばご本人にとってこう緊急性とか、そういうものがあったかどうかというのは一応確認はされたんでしょうか。安田部長。はい、確認はしております。私的なメールということで聞いております。まず我々どんな重要な案件であったとしても乗務中です。乗務中はやっぱりお客様の命を預かって運転しているということですので、どんなことがあっても職務に専念して運転に集中するのが当たり前と思っておりますので、どんな内容であっても問題な行為であるというふうに認識しております。コーチン。すみません、まあ、質問の趣旨としては、ですね、まあ、例えばこれ平均、まあ、1回こう乗られたらどれぐらいちょっと乗られるのかっていうのを僕今ちょっと把握してないんですけれども、例えばですね、まあ、逆に、その運転手さんの、まあ、
これ運転中だともちろん連絡は取れないんですけれども、その運転手さんのご家族とか、そういったところに、緊急なことがあった時っていうのは、例えばもうそれは、降りられるまではお伝えせず、そのようなこう対応の取り方を、しておられるのかどうかというところだけ、確認したいと思います。加藤部長。はい、家族の方も乗務中は連絡が取れないというのは十分把握されておられます。営業所の方へ連絡いただいて、営業所の方で乗務員が帰ってきたときに連絡を入れるとか、例えば操車場でしたら出先の方で連絡をするとかいうようなことでやってございます。以上でございます。コーチン。はい、わかりました。ありがとうございます。今のはちょっと確認ということでさせていただきました。先ほどお伝えさせていただきました、予防策と具体的にどのようなそのチェックをしていかれるかというところのさらなる向上というのを、再度最後に要望して質問を終わらせていただきます。はい、それでは他ございますか。なければ以上で交通局を終わります。理事者の皆様、ご苦労様でございました。それじゃあ後の消防につきましてはですね、後にいたしまして、ここで委員会の審査の途中でございますが、13時まで休憩といたします。暫時休憩いたします。